何も学べねえよ。実は最近こういうコメントがあったんですよ。学校の教師をやってますけど、いつも楽しく見てます。大丈夫か。生徒が心配するって。こんな動画見てたら、この先生からもう何も教わりたくないってなっちゃうって。いやでも学校の先生ってちょっと憧れるよね。なんで今日はコースに入るまで学校の先生のモノマネをしていきたいと思います。皆さんおはようございます。じゃあ今日も授業始めていきますか。日直の方、起立、礼、お願いします。今日の授業は昨日の続きからですね。ザ・ピラネル・オブ・トロールデザインということで、じゃあ今日は2月24日だから 2+24、26番の出席番号の佐藤くん、これを訳してもらっていいかな。はい先生、美しさの頂点のトロールコースも恥ずかしいわ。はい、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 いやそんな先生いなかった。2月24日だったらさ、 2+24 して26番の出席番号の方みたいな、ちょっとひん曲がったことをしてくるんだよな、学校の教師って。すいません、学校の先生の方、別にディスってるわけじゃないんですよ。はい、どうもこんにちは。じゃあ今日は矢印の方を信用してみる。多分なんかあるとは思うんだよな。外枠なんもねー。いや真面目な話ね、僕も保育園の頃ぐらい学校の先生になりたいって思ってた。でその後は新幹線の運転手になりたいって思ってた。でその後は潜水艦になりたいって思ってた。もうなんでか最終的には物体になりたいって思ってたもんね。そこをどけー。そういや潜水艦で思い出したわ。最近まで僕潜水艦に乗りたいってマジで思っててさ、結構調べたことがあったんだけど、日本じゃ乗れないらしいんだよね。海外でしか乗れないみたいな。でその海外で乗るのもクッソ高いのよ、潜水艦って。数十万ぐらいしたっけ。ていうかこれもう終わってないね。床があんのか。それじゃあドア入っていきましょう。で一回ぐらい言ってみたいね。潜水艦の窓からさ、たくさんの魚が出てきて、魚ーみたいな、魚めちゃめちゃいいタイミングで魚が出てきてくれたな今。じゃあ目と取るからの左を出発して魚をかわす。で次はこの目と取っていいのかい。いいの、これ絶対なんか起きる気がするよね。何も起きないの。じゃあこのパイプは何もないんだね。じゃあ僕はここから右を出発、右を出発、常に右を出発で。分かってないんだよ、そんくらい。たまたまだよ。じゃあここは上に行ったらやっぱりブロックが開くか。よしか、君は僕を待ってくれていたのかい。よしこ、僕と君はいつも運命共同体だよ。これからも一緒に行こうね。さよならよしこ。そこで赤ブロックに変わることぐらい分かってんだよ。舐めすぎだよ制作者さん。よしこ、僕が悪かったって、助けてくれよしこ、よしこ。なんか学校の先生が見てるって思ったら少し恥ずかしくなってきた。いやだけど。まあ左下の方で絶対バグだ。バグを使用してくる予感しかしないぞ。あのメットを踏んだらどうなる。怖え。いや一旦左逃げようか。一旦左逃げる。そっちは右だ。で蹴ってすぐ右に逃げる。これでいいんじゃないの。ああ砲台を使えそこは。メットが戻ってくるんじゃないわよ。うわ何をしてくるんだろうねあの砲台。全然予想がつかない。もう左に行くしかないよな。じゃあもう左に行くよ。もう絶対上に連れて行かれるんじゃないの。すぐ上でピューンってさ。砲台動かないのね。なんだよそれ、ビビらせやがって。動けそこは。上のスター取れない。ギリギリこのスターだけ取って行ったよ。僕は無敵状態だ。さあ何もかもくるがいいさ。うお余裕すぎ。見た、これがガマ発見っていう感じですよ。これいいガマだったね。さあこのまま風船プラススター状態のままどこまでも進んでってやるぜ。しかもさ、これキノコ状態までなってるじゃん。え全然余裕なんだけど。え無事チェックポイント。バカなんかチェックポイントズルして取った感半端ないで。まあまあ使えるもんは使わせてもらおう。これが正規ルートっていう可能性もあるからね、スター取ることがさ。でここでピン風船手に入れてたのか。スターが早すぎて全然気づかんかったね。でここでバネが落ちてくる。一旦当たってバネを取るところまで合ってるでしょ。でこっからすぐ、わあ
わかるかこんなの。これはマジで天才。なんでさっき逆さ世界じゃなかったんだろうな。場所は一緒、いや絶対違うと思うんだよね。そしてピー風船が3つ。どのピー風船を選べばいいの。次は真ん中。ギャラリーは引っ込んでる。罠の設置一つ一つがマジでうまい。このエースまでも使ってるんだよ、この落とし穴が見えないようにさ。じゃあ一番左はダメだった、真ん中もだ。ちゃんとせ。なんかここのピー風船全部取れる予感がしなくなったわ。全部隠しブロックあんじゃない。真ん中だよな問題は。一番右か、怪しい。絶対右からなんか来るよ。何も来るな、絶対に何も来るな。何回落とされてんのここに。もう3回落とされてるよ。じゃあバネをかわす、こっち来る、右に行くね。そして一番右はやっぱダメじゃねえか。しつこいんだよ。落ち着こうじゃないかピオキング、平常心で行こう。そう、焦りは禁物だよ。平常心で行かなきゃコースに飲み込まれてしまうよ。ここは上からブロックを壊してピー風船を取れっていうことだね。じゃあ一旦壊す、そしてもう一回壊してすぐ右に逃げる。分かってんだそんくらい。絶対上から取ったらまずかったよ。だから下から取る。うわー、バネ親父。これそのまま上から取ってたらどうなってたんだ。あ、ダメか。いや、ダメかじゃないのよ。何があんのここに。じゃあ下から取ることは合ってたんだ。で、バネ親父を一旦回避する。オーケーオッケー。あれめちゃめちゃ面白いな。あ、戻ってくる、戻ってこないね。そしてここでピー風船が出てくるっていうわけか。まあ今のは全然反応できるよ。ナイスだね、マリオカートの音楽。僕マリオカート好きだよ。全然やってないけど。反転か、反対っぽくないここ。一旦叩いてみる。いや、一旦当たって叩こうか。多分ね、こっちの方がいいと思うんだよね。あ、これそのまま上行けるんじゃない。うわ、それはそれで気になるな。ロープブロック、ちょっと次叩いてみていい。ナイス、中間ポイント取りたくないな。さっきのところちょっと調べたいよ。うん、取らないで行ってみる。取らない、なんで切っちゃうの。なんで切っちゃうのって言い方おかしいだろ。それ中間ポイントめちゃめちゃいいやつだぞ。じゃあここは四角の枠を追っておけ。何もないね。トンプブロックを叩けっていう感じかな。それともこいつ叩いてみる。あー、なるほどね。このフラワーを取って、え、全然楽勝じゃない。え、右も何あれ。あ、ハンじゃないのよ。なんで降りれないの、ここ足場があんのか。いや、さっきのさ、オープンブロックのところめちゃめちゃ気になる。ちょっと戻っていい。ドゥンドゥンドゥンドゥリーンドゥンドゥリーンドゥーンドゥッ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 ドゥはい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 。見てるか子供たちよ、絶対にこんな大人になるんじゃないぞ。お父さんとかお母さんに怒られちゃうからね。良い子のみんな真似してね。じゃあここはジャンプした瞬間左行く、多分それ合ってると思う。あのフラワー取んなってことでしょ。ああ、なるほどね。これで下が開くのか。え、下行っていいの？まあ、下以外ないよな。この下行って。ああ、なるほどね。右に連れてってくれんのか。じゃあ、土管に入っていきましょう。そして次は？なんか左ヒントみたいなこと書いてるね。どこだそれは？まあまあ、こっからゆっくりと探っていこう。時間はたっぷりあるんだ。ねえよ。見てくれる人に申し訳ねえよ。あ、この四角の枠なんじゃない？多分ね、この四角の枠を速攻で叩けば何かが出てくるみたいな、多分そんな感じ。わー、なるほどね。フラワーちゃん、フラワーちゃん一緒に行こうじゃないか。まあ僕はフラワーを手に入れたら無敵すぎる状態になるからね。これぞ花キングだね。話が違うじゃねえか。このフラワーを取っていくなってことだったんだね、きっと。多分これで先に進めるようになってると思うんだけど。キラー落ちてくる、どうだ。ナイス、落ちてくるっていうか、え、なんこれ埋まってんだけど。さっき気づかんかった。いや、すごいバグだなこれも。じゃあドアに入っていこうか。で、この次に終わったなーゴールがあると思うんだけど。まあね、あなたを取れということですか。これは重力が、いや無理か、上届かない。
いや届かないね。何見てんだ唇植物。いや今さ、僕んち窓が大きくてそこ開けて実況してるんだけど、目の前で猫がうんぴしてんのよ。そんな姿見せんなって。あ、ここ下落ちてよかったのね。危ねえ。いやめちゃめちゃシュールだな。なんで僕はさ、野良猫のうんぴを見ながら実況してんの。じゃあここはしゃがんでバネを落とす。そしてこの土管に入っていけばいいっていう感じで。土管に入れませんね。いやごめんやん、僕だってそんな汚い話をしたかったわけじゃないのよ。でも見てしまった分はしょうがない。これをみんなと共有しようかなっていう。いらねえお世話だよ。じゃあこの土管に入っていく。そろそろゴール近いんじゃないのか。いや、あの右側ゴールありそうじゃない。土管がバーンってさ崩れて、それとも左上の土管か。僕は右側と見た。いや左50個行く。頼む50個行けば正解だって。50コインなんでだ、なんで50コインはいつも僕の味方をしてくれない。誰か50コインが全部正解であるトロールコースを作ってくんないかな。もう人頼り。あ、ここ羽取っていいのかな。いや絶対ダメなような気がする。いやいいのいいのいいの。あ、いいっぽいよ。そしてここで上に飛んでいけってこと。うわどうする、無敵状態維持できるかな。こっから無敵状態を維持して。すごく怪しいと思ってた。素直に行かせてくるわけないよなみたいなさ。何これ、逆さこい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 。何が来る。じゃあここは上まで行ったらダメなんだな。途中で止まろう。途中で止まるためには回転ジャンプで行こうか。回転ジャンプで行って針の上に当たってすぐあの土管に入る。ここで下を審判。なに、やっぱ右にゴールがあったな。首洗って待ってろ。どう、こんな学校の先生いたら。ただ僕ね、素直にゴールさせてくれるとは思わないんだよな。ここで左行く。そしてここで右を審判でしょ。ゴールさせてくれとか頼む。お願いします、神様ゴールさせて。どこに行ってんだ。くっそ、何やだろここに。ファイヤーが通らねえんだよ。中間ポイント戻しなきゃ。やめて、お願い。何ここ、死体球かな。なんで、なんで僕をまたいじめてくれないの。皆さんお待たせしました。やっとこれでゴールができると思います。これで絶対に僕はゴールをして、さっき買った赤から鍋の元でゴールを食べるんだ。ゴールを食べるじゃねえ、ご飯食べるんだ。なんでまた左に行ったの。ここさ、右を失敗したらどうかなんないかな。あ、右を失敗したらなんか土管戻ったよ。ウォッピーじゃねえんだよ。よし、次こそ絶対に行くわ。集中する。だからちょっと黙るわ。みんなもちょっと黙って見ててくれるかな。ここは一番左に行くでしょう。そして羽が出てくるからのゆっくりでいいんだ。このね、砲台の上にオープンブロックがあったんだよな。だからこの砲台をかわすようにして右に行くね。ジャンプで。なんか上にあんのか、ブロックがあるよ。じゃあ一旦チビで行こう。チビの方がいいよ。チビの方がジャンプ力高いでしょ、こっからだったら。だからここでスピンジャンプ。もう俺に正しくなあ、今回も最高だったわ。久しぶりにさ、反対の世界っていうからあれが見れてすごく満足でしたね。あれをトロールコースに組み込んでるのってあんまり見たいもんな。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオナンバー186ということで、サムネを見もうサムネを見る限り殺意がすごいんだよこのコース。まあまあ、まだ何が出るか分かったわけじゃないからね、あの砲台から。どんなコースなんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.67% で、今回スーサスさんのコースにしては珍しくゴール条件がないのよ。ってことはそんなに難しくないんじゃないかなと思うんですけど、バネ。まさかのバネ。てっきりキラーかさ、魚と思ったんだけど。ちょっとマリマリ、何やってんの今そういうの。何やられてんだ。予想外すぎた、まさかのバネとはね。じゃあこれどう行こうか。上から行けば多分ゴールできるんじゃない。上なんか空いてるよね。だから上に登っていきたいんだけど、
バネがマジで邪魔すぎる。で、一つ気になってたんだけど、これ下から行けないのかな。あ、下行けないんだね。ちょうど砲台がいるのか。ってことはやっぱ上から行く必要があるんだよ。いや、絶対上からだったら簡単なような気がするんだけど、いや、バネがさ、マジで邪魔すぎるんだよな。ちょうど上に乗れないかな。いや、ちょうど、あ、行けそう行けそう行けそう。あ、なんか今行けそうだったね。砲台に乗ってれば行ける説ある。だからまず何の砲台でもいいから、まず最初に乗ってみる。乗ってみて右に行くでしょ、砲台がさ。で、そん時に上に隙間ができると思うから、その隙間をググって上に行ってみる。もううっせぇ、もううっせぇしか言いようがない。頼むって。あ、いやいや、間にいるさし、間に、間に、愛してるよ、バネ。バネが出てくる前に砲台の上に乗って、さらにその上に行く。うわ、なかなかいい感じじゃなかった。今どこの砲台に乗ったんだろう。多分前から2つ目ぐらいだったような気がするんだけど、ここか。あー、多分そこだね。あの砲台の上に乗って急いで行こう。だから前から2つ目の砲台の上にすぐ乗る。そしてまたすぐ上に行く。そしてこっから上に行けそうじゃなかった今。多分あの上に行けたらゴールできるっていう感じだよ、きっと。みんな見てて、これできっとゴールしてみせるから。かっ、あー、バレ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 。もう黙れ、ピオキング。お前は黙ってた方がきっといい実況者になれるさ、きっと。いや、いけないのかな、やっぱりここってさ。狭すぎて、行ける幅がなさそうなんだよな。だから別の方法があると思う。ここで一体何もしないで見ても、バネがあるから右に行けない。いや、どうしようか、これ。最速が1秒なんだけど、よく1秒で行ったな、これ。この上に行けない。どうにかして、このバネの上に乗って、砲台の上どんどん渡っていくみたいな。そうしたらね、結構簡単に行けそうなんだけど、なんかできそうじゃないんだよな。2段目に乗るでしょ。そして、早くすぐ上に行く。いや、いた。これ、ゴールできる。頼む、ゴールさせて。え、どこいる？うん、やった。頼む、ゴールさせてよ。よっしゃー。いや、これほんとぶつけかった。ゴール条件がないから楽勝やろって思っちゃったんやけど、いい意味で期待を裏切られたね。とても楽しいコースありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。